未だにまぶたを閉じるとこの目に原爆の炸裂した色が浮かびます。俺は見た。B29 のジラルミンが太陽に反射されてチカーチカーって光ってるんですよ。当時小学1年生だった中澤圭司さん。俺は学校前でたまたま声をかけられ、偶然塀を背にした。その時こんな色の光が飛び込んできた。音はなかった。気づくと光を浴びたおばさんは死んでいた。街は真っ暗だった。その薄炭の煙がたなびいてる中から人影がポッ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 こう見えてくるんですね。でその人にこう近づいていくと本当にびっくりしたのは、みんな幽霊の行進がねこういうふうに形でずるずるずる歩いてくるんですよ。水ぶくれがこんなもう25センチぐらいの大きな水ぶくれになって皮膚がパリッと破れるわけですね。破れると水とともに皮膚もダラ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 こう水と一緒に垂れてくる。で足の皮膚を引きずるとね、あの土ぼこりがもう舞い上がるんですよ。ダーッと。怪我をしているにもかかわらず、人々は苦しいとも痛いとも言わず黙々と歩いていたといいます。シーンとしてるんです。本当に音がなかったですね。ガラスが突き刺さっていましたね。一歩歩き出すとジャリッでジャリッってもう音が聞こえてくるんです。人に伝えるってことはとてもじゃないけど難しいと思います。だ僕の脳膜に焼き付いた映像をそっくり出してみたらどんな状態だったかよくわかると思うんですけどね。だいぶ他の中心が白になる、白になるんです。一体あの日何が起きたのか。頭の中に残る中澤さんの記憶を写真映像資料をもとに映像化してもらいました。 足の皮膚がそれぐらい で腰の皮膚が感じはこんな感じであってます。こんな感じであってます。中澤さんによれば、被害者で圧倒的に多かったのはこんな火傷を負った人で、すすで体が真っ黒だったといいます。爆風で砕けた窓ガラスの破片が刺さった人、水のあるところにはこうした人々が傷を洗いに集まっていたそうです。あの日中澤さんが見た記憶です。地獄なんて生やさしい言葉じゃないですね。現実だからね。俺は逃げた。おふくろも生きていたが、ショックで産気づいたのか妹を産んでいた。町を離れ山へ逃げた。そっとするような匂いが立ち込めていた。水を欲しがってね、水って言ってね、本当にかわいそうでね。みんな生きたかったんだろうなと思うしね。人間がどういう姿に変わるかっていうところを伝えてね、行かなくちゃいけないんじゃないですかね。戦後中澤さんは原爆にこだわって絵を描き続けました。それには大きな動機がありました。原爆っていうのは悲惨なもんですよ。まあ生き残って後々まで精神的に苦しめるんですからね。絵を描き続けた動機、それは母に起きたある出来事にありました。取材中、中澤さんの口からはお母さんの話がよく出ました。
命短し。僕はこれおふくろの口癖で自然と覚えましたよ。つらいホームに梁の屋根のねえ、おふくろが残念でね。おふくろは僕が好きなおふくろが長生きし、これから楽をさせてやろうと思ってたんだけど、本当に残念です。おふくろはあの日、親父たちが死ぬのを目の前で見た。いつも寝る前に言ってましたよ。お母ちゃん、暑いよ暑いよっていう声がね、耳の奥底で蘇ってくるっていう。さらに生まれて4ヶ月で妹も死んだ。原爆で全てを失ったおふくろは、子供のために自分を犠牲にして働いていた。おふくろの背中がもう寂しゅうて寂しゅうてね、苦労ばっかりですね。あの原爆がなかったらああいうことはなかったんでしょうね。本当に貧しい生活だったですよ。その川エビというのは人間の死体を食って成長してるんですね。それを全く僕らが取って食べるわけだから、共食いの生活だったというか。それから俺は22で東京に出て漫画家になった。久しぶりに広島に帰った時、俺が心配だったと原爆でも泣かなかったおふくろが泣くのを初めて見た。漫画は何回も見ていたそうだ。親はありがたいものだと思った。生活もやっと落ち着き、東京見物させてやるからなと言っていた時に、大きなテーマはとにかく生き抜くぞと、殴られても蹴飛ばされてももうとにかくしぶとくしぶとく生き抜いていくという弦のたくましさを僕は描きたかったんですよね。作れても韓国人です。はい、ちょっと本全目がダメだったら今度は口で伝えようかなと思うし、お前は生き残って伝えろよと言って言われたような気がして、許すもんかと。僕は死ぬまでやっぱりこだわり続けていきたいと思います。生きるっていう、生きて生きて生き抜くっていうことはやっぱり人間の課せられた。